ピエール・ジョセフ・ロシエは、スイスの写真家で、上野彦馬に写真術を伝授した人物。ロシエは1829年7月16日、スイスに生まれる。家は、農家で、10人兄弟の上から4番目であったが、他の兄弟とは異なり農夫とはならず、16歳にして、教師の職を得た。1855年10月19日発行のパスポートでは、 職業欄が写真家となっている。この時から3年間、フランス、英国に撮影旅行を行い、腕を磨いた。ロンドンでイタリア系企業をネグレッティザンブラ社に特派員として雇われ、アロー戦争の取材、写真撮影のため、中国に派遣された。この際の写真は、ビューズインチャイナという名前で1859年11月に出版されている。 その後、日本に渡航し、しばらくの間長崎に滞在。古川俊平、上野彦馬、堀江クワジロー、前田玄三らに、失式写真を教えた。また父に連れられて来日したばかりの、当時12歳のアレクサンダー・フォンシーボルトを、撮影している。初代中日英国領事である、ラザフォード・オールコックが長崎に到着すると、共に、江戸に向かった。 1859年6月26日に江戸に到着、日本各地の写真を撮影した後、1860年2月27日、上海に向けて出国した。この間の写真は、ビューズ・イン・ジャパンとして出版された。その後再び長崎に戻り、上野彦間により詳しく写真術を伝授した。没年は不明だが、 1883年から1898年の間にパリで死亡したと思われる。ありがとうございます。